こんにちはアルファです、えー、今日はですね、ちょっとあの翻訳サイトを探していたところ、こちらのですね、音声リーダーオンライン性格無料という、ものすごく信頼できるサイト名の、えー、ページを見つけたので、ちょっといろいろ打ち込んでみたいと思います、ね。この現代に蓄音機の画像を置いている Web ページってもうここしかない気がしますけどもね、逆にここがまあ信頼できるかなと思いました。あなんかここに打ち込んだ言葉を読み上げてくれるんですかね。 今これ右上が日本語になってるんで多分日本語で読んでくれるんですかねなんかじゃあちょっと言葉を入れてみたいと思いますどうしようかな最初なんでまあ「金玉」と入れてみましょうかどうなるんでしょう金玉あーなるほどいいですねなんかこう置きに行くようなどっしりとした金玉だったんじゃないでしょうか金玉こういう金玉はね嫌いじゃないですようんこれはなんかこう世界各国の金玉みたいのを聞くことっていうのはできるんですかね 例えばこの UK イングリッシュ。こちらの金玉はどんな感じの金玉なんですかね金<玉>あすごいダンディーな、がっしりとした、こう、信頼の置ける金玉なんじゃないでしょうか。金<玉>立派な、立派な金玉だと思います。俺はこの金玉を持っている。お前はどうだという、自分に自信のある金玉なんじゃないかなと、僕はちょっと思いました。せっかくなんでね、これも言ってもらいましょう。 デキ・キンタマ・キ・ンタマ・嬉しいですね。言われてみたいもんですね。ちょっと言語を変えてみましょうか。ちょっとこちらのエスパノールに変えてみました。これはどうなるんでしょうか。まあ、デフォルトのこちらの言葉で。キンタマ。あいいですね。こう、ちょっと投げやりな感じの、そこにあったのねみたいな感じの、ああ、キンタマみたいな。<玉>あ、いいですね。 これどうでしょうでききんたま。あ、いいですね。これとかどうなるんですかねうわお、でききんたま。びっくりしてますね。あまりの大きさに。あ、なるほど。これどうでしょうね。うわお、きんたまがでかいなら。 先にと言ってよ。あ、ごめんごめんごめん。ごめんなさい。ちょっと情報の共有がうまくいってなかった時の怒られみたいな感じの言葉ですかね。先にと言ってよ。これはもうあの、お母さんにあの、晩ご飯外で食べたんなら先に言ってよみたいな。まあ、そういうノリだと思います。これとかね。どうでしょう。金玉がでかいならラクテンポイントをめにたまるよあ、そうだったんですね。 多めに溜まるんですね、やっぱりね。金玉ポイント。あ、金玉ポイントじゃない。楽天ポイントは。多めに溜まるんですね、やっぱ金玉がでかい人っていうのは。これとか結構いいんじゃないですかきあ、これはもう完全にラップ。 ですよね完璧に韻も踏んできてますしいいパンチラインだと思いますよやっぱ金玉に落とすパンチラインっていうのは痛みが段違いなんてねそこはやっぱりこのサイトはラップもできるのかもしれないですねいいサイトを見つけましたでんあっちょっと呆れられてしまったんですかねこれしたらどうなんですかななんこれあっなんなーんこれじゃないんですけどこれは変わんないんですね じゃあこれはどうなんでしょう。これで伸びるかな。なんだって、で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 。え、これ、え。ぶっ壊れた。えっ、ちょっと待って、え、今ぶっ壊れましたこナナ、これ。斎藤。な、なん、これ。で、で、ルなるほど、なんか。そういう読み方なのかな、なんか。これ発見ですね。これどうでしょう。この歴金玉初めて見たよ。うん、この金玉はまさに。まさに。そう、まさに。 ティンデディンデディンデディンディ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 ディンデパニックですよねやっぱりいやーねまあいっぱいこのサイトでいろんな言葉をやってみたわけですけども非常に有意義な時間を過ごせたんじゃないでしょうかうん今あの深夜の四時なんですよねなんでそうですねあのー、寝たいと思いますありがとうございましたさようならィーンディー